お元気ですか、ボクシュミです。今回はプロ野球チップス、カード開封動画、ね、その2でございます。前回同様に、6袋開けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではね、早速開けていきたいと思います。まず2回目のね、1袋目でございます。5回、3分の2、1失点で好投で初勝利を挙げた、阪神の青柳晃洋選手でございます。でソフトバンクホークスの中村晃、外野手でございます。2袋目でございます。5回3分の1失点で力投を見せた田中将大投手でございます。これ楽天でございます。日本ハムファイターズの清宮幸太郎内野手でございます。3袋目でございます。楽天の浅村秀人内野手でございます。10回の裏にサヨナラヒットを挙げた清宮幸太郎内野手のカードでございます。4袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの安田尚憲内野手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの今永翔太投手でございます。5袋目でございます。阪神タイガースの湯浅敦樹投手でございます。中日ドラゴンズの小笠原慎之介投手でございます。最後の6袋目でございます。オリックスバファローズの宮城大弥投手でございます。中日ドラゴンズの高橋周平内野手でございます。以上で、プロ野球チップスカード開封動画2回目を終わりたいと思います。今回はですね、白サインカードも、キラーカードもございません。ですがね、久しぶりにやれて、嬉しかったです。で、2024年の、プロ野球チップスカードは、第1弾で、3月の、20日、発売の予定でございますが、地方によってはね、発売日が、遅くなることがありますので、その辺ね、ご了承ください。で、もしもですね、こういったできましたらまた、開封動画としてあげたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。